国レイディオパワードバイシノミアグループ。国川流おいよいしょ。はい、やってまいりました。こちらはリスナーの皆さんから恋愛に関する川流を募集します。笑える、共感できる、泣ける川柳、何でも構いません。五七五形式で送ってください。逆になんじゃこりゃという川柳には段位降格の可能性もありますのでお気をつけください。では行きましょう。ペンネームマイペースさんからいただきました。夏服で透けて見えるは下心。薄い夏服、いろいろなものが、透けそうですが、一番透けて見えるのは男の下心ですね。はい、ペンネームマイペースさんからいただきました。マイペース、いやよいやよも好きのうち。マイペース、振られたからって気に病む必要はねえ。ネタ投稿をし続ける、ただそれだけでいい。ネタ投稿し続けた先に小原さんはいるぞ。だからよ、止まるんじゃねえぞ。早い。どんだようが上がってしまいましたけども。なるほど、はい、このハガキを見ると、うん、この方さ、ちょっと待って、うん、見えちゃった。ね、これラジオを聞いてくださっている方はわからないのでご説明しますと、私は、このアニメの以外にも子供たちに応援してもらえるアニメを今頑張っているんですね。戦士となって、宇宙人となって頑張っているものがあるんですけれども、そのキャラクターを使って送ってきてくださいました。先ほどはまとめてメールを読み終わってから判定していたんですけれども、ここからは いついつちょっと判定していきたいなと思いますね。はい、ということで2通このハガキを読んだんですけれども、はい、皆さんご準備は大丈夫ですか？なんかこう、はい、ね、うん、はいはいはい、大丈夫、大丈夫です、うん、私の気持ちを踏んで判定していただきたいと思います。では参りますよ。はい、せーの、ドン。ありがとうございます。でも最初の1通目、うん、男の我々すごいなんか共感できるところはありません？うん、いやすごくね、共感できるし、うん、あ、確かにそうだなと思うんだけれども、はい、これがねメンズ側に送ってくるんだったら分かるなって感じ。確かにそうですね。女性側っていうところがね、こう攻めてるなっていう感じですよね。だからね、そうなんですよ、うん、下心しかないから、ね、下心しかない、うん、それはね言ってはいけない。そりゃ気づきますよ、女性もね。個人的には好きだったんですけれどもね、やっぱこっちの方がやっぱ面白くなるかなと思ってあげちゃったっていう、うん、別に小原さんの思いとかそういうのじゃない。でも、でも古川さんと鈴木さんがおっしゃるんだったら、私はこっちドンだよ渡しません。おっしゃってる意味がよくわかるから。でもこのマイペースさんっていう方を、うん、今までラジオを通していろんなね、メールやおはがきを送ってきてくださっているのを踏んだ上で判定すると、全然おかわわな判定を差し上げたくないです。この方は多分下心しかない。そうだね。なのでこの方は、うん、特に判定もないです。スルーします。ありがとうございました。ありがとうございました。こんなに怒ってる公開録音俺初めてなんだけど。私普段こんな怒ってないんだよ、本当にね。うん、だからさ、その言い方だとさ、毎回ラジオでもそうだけどさ、こっちから振るとさ、うん、うん、とかってそうすると聞いてる方はさ、あ、やっぱ小原さんすごい怖い人なんだってなるじゃん。このラジオはね、いつも怖い人だけどね、普段は普段はそんなことないんですよ。普段はね。よし、じゃあ次行きます。
いきますよ、はい、ペンネーム、はい、本好きのゆうきさんからいただきました。見つけたぞ、二股相手とデート中、デートに割って入り、彼女をと問いただすと、二股相手の男子が怒り、その場で別れることになり、彼女には二度と二股しないという約束で付き合いを続けました。ペンネーム本好きのゆうきさんからいただきました。続けて。ふざけるな、二股じゃなく三股か。うーわ、えぐいな。すごっ。二股じゃないか、え、約束守ってるよと彼女に言われたので即別れてやりました。女性不信になりそうです。どうしたらよいでしょう。ペンネーム本好きのゆうきさんからいただきました。3枚目シリーズなんだね。桜咲き、僕の初恋散っていく。結局ね、彼女に三股され別れたのが去年の桜が満開だった時期でした。桜は満開でしたが僕の春は去っていきました。はい、というストーリー性のある戦略でございます。どうすればいいの。これきついな。いやもうね、供養しないとダメだよこれは。しかもなんか泣きながら書いたのかな、すごい滲んでる、なんかベッてなってるのは拭いたのかな、どうだと思いますこれ。あのでもちょっといい、これでも後ろの名前消してるだけじゃないですかね。後ろのペンがこっちに来てる。じゃあもうこの方的には吹っ切れているのですかね。すごいですね。でも二股じゃないから約束は守ってるよって言えちゃう、その2枚目のあっぱれですね。もう彼女のメンタルすごい。すごいですね。すごいですね。やるな。すごい。今までで一番ドキドキするメールだった。すごいですね。この方はお相手の方がそうだったっていうことで、うん、悲しみのおはがきですよね。そうですね。そうですね。かといって、おかわわわわ、ね、っていう方向でもないんだよね。でもどんだよを出すと罰を与えることになるから。罰をね、悲しみに浸っている方にさらに罰を与えるというのはとんでもない。いや、与えましょう。おお、与えましょう。じゃあ判定はこっちどんだよで与えましょう、うんうん、俺にして、はい、で、はい、この人の罰はですね、うん、この女を忘れることです。忘れて新しい方向に行ってください。素晴らしい。かっこいい。会長かっこいい。ありがとうございます。そうですね、いつまでもね引きずらないで、うん、新しい人恋に ね、もうすぐ春が来ますからね。大事。あ、すごい。1ヶ月間パーソナリティ変わりませんか。私が結構厳しいことを言うから、あのひどいメールが来るようになってきているのかなとも思うから、多分あの会長が、古川さんがパーソナリティになって1ヶ月進んだら多分爽やかなラジオになる。あ、ごめん、下ネタしか言わんラジオになるからダメです。じゃあダメです。下レイディオになっちゃう。ダメです。やめなさい。はい、ということで、メールはまだまだ絶賛募集中です。以上、国川流でした。平成最後の国レイディオ、パワードバイ篠宮グループ。